いらっしゃいませ、こんにちは。オートクチューランコントレ桂店の葵井と中川です。今日はどんな動画にしますか、中川さん。今日は以前私にされた質問を、ね、ちょっとまた、はい、じゃあね、いざじゃあほんまにみんな10秒で答えられるのかをちょっと5秒です。5秒。はい、5秒です。時のパニックなる状態を他のスタッフにもちょっと味わってもらうと思うんですけども、はいはいはい、今日は誰にするんですか。あやねさんにしてもらいますので、はい、楽しみですね。スラスラと、はい、していてください。はい、ではそれではやっていきましょう。はい、それではあやねさんに質問をしていきます。はい、まずはフルネームを教えてください。はい、中島あやねです。はい、じゃあ次は、はい、生年月日を教えてください。はい、1998年12月24日です。はい、じゃあ次は長所と短所を教えてください。はい、長所は、よく笑うところで、短所は、マイペースとか優柔不断でよく言われます、すごい、ね、すごい。5秒。すぐに出、すぐに出るのがすごい。出へんかったんで。え、次、あ、趣味は何なんですか。趣味は、ライブ行ったりフェス行ったりします。え、アクティブ、アクティブ、アクティブやね、アクティブ。マジ。じゃあ、はい、女性として意識している仕草はありますか。はい、え、女性として意識している仕草。気になる、気になる。あ、座っている時に足をこう開かないようにするとか。うわ、いいとこやな。いいとこやな。やりよんな。では好きなタイプを教えてください。好きなタイプは面白くて優しい人ですね。しっかりしとんな。なかなかボロが出ようなんな。そうだな。カラオケのお箱は何なんですか。カラオケのお箱、最近流行ってる曲だとちょっと前ですけど、あいみょんのマリーゴールドを歌います。流行り入れてきよったな。怖いな。得意な施術を教えてください。そうですね、お客さんはイヤリングカラーとかインナーブリーチされる方が多いですね。やばいな、今100点やな。100点。よかったです。じゃあ、はい、これ気になるな、なぜ美容師になったんですか。一番最初に行った美容室で髪切ってもらった時に、めっちゃかっこいいってなったのがきっかけです。すごいな。うまいやん、俺と全然違うよ。上を見てはりました。怖いわ。じゃあこれから目指してる美容指導を教えてください。はい、ヘアケアマイスターっていう、あの資格の、ヘアケアの資格とか取りに行ったりもしているので、そういう薬剤とかの施術強いお客、美容師になりたいですね。素晴らしいです。ありがとうございます。では最後にカメラに向かって視聴者さんに一言お願いします。視聴者さんです。私とか、他の中川さん、葵井さんに会いにぜひ桂店に来てください。素晴らしい。静けにとか言ってた俺も。静けに。100点満点でした。すごいな、100点満点。すごいな。すごい、すごいと思う。だけど、なんか完璧すぎて怖いな。完璧やな。何でも用意してるみたいな。用意してたんちゃうかなって思う。いや。小さいことが。それは、ここで言わんで。何ですか。いや、なんかずっと、そのペンダント。画面からどっか見てある。ペンダントが気になる、ずっと。ネックレスですか。なんか、さっきも消えたやんか。どういうことですか。なんか、どっちが表なのかどっちが裏なのかわからないし。あ、これはずっとつけてるし、なんか大事なもんなんやろ。いや、全然です。これは可愛いと思って、先週ぐらいに買って。ただこう後ろのこっちのチャームの方が重すぎて、こう
前に回ってくるっていう仕組みですね。らしいです。で、出たり消えたり。そうそう、出たり消えたり。ずーっと気になった。どのタイミングでなんか、引っ込めてんのか。いつも気になってて仕事で。思ってないですよ。思ってない。また聞いてください。でも、葵さんもなってはりますよね。そんなあんまり見えない。目に行くはずかしい。あんまり興味ないみたいです。私に。そう。興味ないです。完璧に5秒で収まってました。あ、ちゃんとよかったです。あの10何秒使った私とは全然違う。ちょっと違う。でもあの流行りを取り入れた感じの、そうですね、感じであいみょんとか、はい、ヘアケアマイスターとかすごい、すごいなと思います。模範解答やったな。あれ見てから俺やらなあかんから。アホ丸出しみたいな。私たち3人に会いに桂店にぜひ来てください。またお待ちしております。では、この動画が良かったと思われたら高評価と、チャンネル登録チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。